やめとチャンネルのジジケです。何？やめとチャンネルのジジケです。ああ、どうも、レナですよ。どうも。はい。かなり続きやっていきたいと思います。はーい、やっていきまーす。じゃあ、とりあえず3でいこう。お。さあ、勉強プラス。履歴書をくれ。来年用に。お。オッケー。ナイス。まだ使えるでしょ。まだ使えるのかな？ 2月中行けんのか。うん。2月に急にスカウト来ても困るけど。ねえ。いますか？うそ。まだ行ってないとこか。天才がいそうなとこ。神奈川？いいね。いそう。神奈川いそうだよな。神奈川の期待値高いんだけど。それが何？あ、投手か。まあいいや。弱天線のためか。これで天線。ああ、まあまあまあ。望月くん。キャッチャーか。キャッチャーいるんだよな。うわあ。まあコンバートさせりゃいいだけなんだけどさ。まあね。とにかく高えなら。うん。まあ望月くんかな。いなかったもんね。来い。もっち来い。そうか。返せ、履歴書。まあまあ、せめてまあまあにしてくんねえか。本当だ。履歴書返せよ。回数限られてんだよ。バシバシ行けるなら行くさ。あと、鬼にこっち。いいね。おぉ。臨時コーチしか知らないね。お前ら。わかってる。わかってきた。やっと。わかってきたな。求められてねえってことを気づいたか。のた話なんてどうだったね。藤田、福田。微妙や。お前、まあ、天性か。そうだよ。まあ、藤田かな。そうね、パワーヒー。パワーヒーの。ゆくゆくを考えてね。降格。いいね。降格しかないでしょ。降格しかないね。こんなようなやつばっかなんだよな、うちのホピー。ああ。ゴーさあ。さあ、涙の卒業式。輝いてこい、お前たち。ああ。さあ、23、28試合。公式戦21試合。やっぱ練習試合多かったもんな、この年代。一度意味わがなかったんだね。あ、そうだね、そういえば。うん。さっき。ショップレイン。石川、スピードスター。スター。サラリーマンになったの、こいつ。プロできなかったんだな、石川。そっか。あー、中村、まあ、監督のサイバー。打率を読むようにすげえな、こいつ。中島、ちょっとしか、あれか、あいつか、覚醒の中島か。大学野球で頑張ってもらおう。山本もでもそんなに打ってねえけどな。そうね。振り切ったね。坂井。高松ね。小堀一味一味、やば。後半、内堀さん火事手伝いになった。火事手伝いだと来ないんかね。来ない来ない。か、消え失せたか。内堀さんは別によく悪くないあれだったけどね。お、来た。岸田小宮。見えちゃってるけど。まあ、あと、特能っすよね。そうね。誰か見る。下からでいい？はい。ドン。ドン。特になし。なし。プロサタのまんまか。うんね。まあ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 。まあまあまあ、天才記者くん。うん。もうちょっと強くなったなーって感じだね。スタミナだいぶ上がったけどね。上がった。まあ、ちょっと、ウーバーで都市だったからな、しょうがない。中村。中村が。おー。まあ中村あれか、もともといろいろ持ってたんだよね。広角な、ね、なんか流し打ちを持ってたみたいな。まあまあまあ C。いいんじゃない？でも C、オール C ぐらいで。で、山本はちょっと落ちる感じ。山本でこれか。え、でも山本で。そうなんだ。安倍さよならロボロか。うん。で、問題高、男高松。高松。でん。
で、あ、強いですね。強いっすよ。電光石火持ってる。やば、こいつ。電光石火って何よ、金。ちょっと他のやつ見して。盗塁だね。あ、盗塁がね。じゃあ、しゃがい。ちょっとね。指ごと待ってな、こいつ。こいつバンドしたら2塁まで絶対行くとこないでしょ、もう。強い。こいつ使いたかったなこの状態で使いてえよ。あ、でもピッチャーも500超えたね。これ最高かな。ピッチャーはそうだね。あれ古田いいっす。古田は、もっと上でやったもっと上か。うん。もうちょっと後で見てみましょう、裏で。はい。はい。いや、いいね。この台の、この4人強えな。頑張るぞ。頑張りましょう。で、とりあえず1。バントだな。お、お、え、クセした。誰？マジ？どこの誰？藤崎じゃん。藤崎だ。やばっ。藤崎やばいよ、これ。マジでこれ。そんな上がりんだな、でも。あ、まあまあまあ。上がり幅がそんなないね。ああ。マジで藤崎。藤島。安倍日の本。肩バッキバキだな、お前。藤崎は。どうなったよ。マジで。やば。やば。やべえ。やべえ。え？藤崎くん。藤崎くん？やってるよ、それは藤崎くん。藤崎くん。だって、藤崎って、なんか読ませよう。もう読んでる。読んでるのか、全部読んでるか。もう読んでる。守備職欲しいな天才ショートが生まれた瞬間だったんだけどな。どうすっかな。1、とりあえず1かな。だね。球速。球速。7。さあ。頼むぞ。天才。いきます。とりあえずな、天才じゃないとな。そうね。行こう。ゴー。天才派だ。ああ、怖えろ。いないか。誰だっけ、西島か。お調子者か。お前、偽ったな。偽りやがったな、こいつ、首。まあ、中根くん。中根くんってなんだっけ。なんか、まあ、どこだっけ。なんか、まあ、ちょっと良さそうなやつ。ちょっと、なんかすごい良さそうなやつはいなかったんだよな。そう、あんまりなかった。西島ゴミオブゴミになってきた。はい、さよなら。さよなら。なんか持ってない？あ、ダメだ。一生使いません。はい。あったわ。腰も微妙だな。お、ワンド職。晩食に持って。お、なるほどね。なるほど。はい。はいはい。谷口。やば。やば。95はまずいって。やばいって。やばいって。うまいって。まあな。頼むぞ。東大工堂出た。なるほどね。伝説の。やばくないこれ。やばいね。打ち気めちゃくちゃいるけどね。やばいって。井上。まあ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 。前やばいな。お、また盗塁ある。こいつ。おお前でいいんじゃない。なるほどね。うん。まあ、来年に期待だね。ピッチャーは。ピッチャーは来年に期待だね。ピッチャーやばいそうだね。ゴミゴミ呼ぶゴミ。遠征とかいんのかと思ったのに、誰もいなかったか。誰もいなかったね。天才もいないし。ね。天才もいないし。まあ、こんな感じですね。はい。はい。というわけで、まあ、たくさんのゴミを抱えた、キャンさん、ここ。ね、強豪落ちだけはちょっと避けたいね。そうね、頑張って、強豪だけはちょっとね。キープしていきたい。うん。全然来なかったじゃん。全然来なかった。まあまあのやつだが、みんな来なかったね。あ、新1年生。どうだ。あー、横手ちゃん。
そういう感じ ね、 ね、はいはい、はいはいはい、まあ、まあ来年も横手ちゃんがマネージャーだから頑張ってもらって、まあ、そうね、うち今ねマネージャー2人しかいないから、2人しかいないからね、君と君はこの子しかいないからね、打撃、はいはい、というわけで、まあ、新入部員の加わった極見沢高校ですが、まあ、1年出したやつは、なんだっけ、2塁の前だかな。前田はちょっと出しておきたいな。そうね。これは出しておこう。桑名よりは全然いいでしょ。全然いい。内キングがいっぱいいたけど。そう。ちょっとピッチャーのさ、使わねえやつら全員ベンチ外にしよう。そうね。誰だっけ、とりあえず原田使わない。多分よ、フックだと東尾だけいればピッチャーいいから、うん、ワンチャン鍛えられそうな位置に、これなんか入れ替えしかないんだよね。井上かな、井上もまだ使えるかな、うん、川添はいいでしょ、上田ちょっと外れたんだね、ね、上田かな、上田も出ないよね。上田と山田だっけ、ずっと磨いてない。山田も出ない。山田も出ない。誰だ、まだ使えそうな一年は。まあ、中根くんだっけ、村越も一応星高い。180だから。よし、ね。中根も入れときたいね。そうだね。上田もいらないか。上田もいらない。何もだろう。何もかな。打順が結構変わってるね。変わったね。多少よ。1番になっちゃってる。多少絶対4番にするゲームだから。犬飼1番。2番が誰だったっけ ?2 番が、まあ、黒田じゃなかった、そのまま。黒田だっけ、黒田だっけ、いつか。いたふりする。安永。安永一塁だから、そうだね。安永、あの、一塁コンバートしたから。安永でしょ、川内って出てなかったよね。出ちゃってる、出ちゃってるね。川沿いの代わりに、川内が出ちゃってる。あ、そうか。あ、そういうことね。正捕手、そうそう、正守備地になっちゃってる。なんか、他はいないよ。なんか出てるやつ。今井は、うん。だよね。辺は全然能力的に微妙だし。川添、もっと上にしない、黒田よ、 B だろう。そうだね。だから2番でいいんじゃない ?B あるなら。うん。BCC。タシロー。CB。安永の方打つか。な感じか、先発は東尾にしとこう。ん、先発は東尾にしとこう。東尾だね。センター、藤田、足も速いのがいい。藤田だな。まあ、藤田なんだよな。外野がちょっと微妙なんだよな。川添が、コートは不動の藤崎。OK。あれかな ?OK。はい。というわけで、新生キャミザ高校、夏に向かってね、まだ7月なんで、まだあるんで、頑張ってやっていきたいと思います。はい、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また配信もやってますんで、はい、また遊びに来てください。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。